皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ハロウィン本番を迎えた31日、東京都渋谷区長が、来ないで、と異例の呼びかけをした JR 渋谷駅周辺は、週末に引き続き体制の警察官が警戒に当たった。写真、ハロウィン本番を迎えて混雑する渋谷スクランブル交差点で、 車両の上から歩行者に呼びかける警察官イコール31日夜仮装をした若者らの姿は例年より大幅に少なく大きな混乱は見られなかった。スクランブル交差点では立ち止まってスマートフォンで写真を撮る人の姿が目立ち、警視庁の DJ ポリスが立ち止まらず前の方に続いてお進みくださいなどと呼びかけた。 午後6時頃から徐々に人出が増えたが、仮装姿はわずかだった。お化けの仮装をして訪れた豊島区の男性35は、渋谷には毎年来ているが、いつもなるべく邪魔にならないようにしている、と話した。川崎市の男性51は、渋谷ばかり槍玉にあげられるのはおかしい。来るなというだけではなく、 混雑緩和のための工夫をすべきでは、と不満げだった。渋谷駅近くの生花店に勤める男性、53、は、ハロウィーンがない方が一般のお客さんは多いので、日常の方が望ましい、と話した。コロナ禍が人段落したこともあり、韓国、ソウルのイテウォンで昨年発生したような雑踏事故が起きかねないとして、 長谷部武市区長は記者会見などを通じ、ハロウィーン目的で渋谷に来ないで、と繰り返し発信。区の条例に基づき27日夕から11月1日早朝まで駅周辺の路上飲酒を禁止し、28日からは8構造周辺を封鎖するなどの対策をとっていた。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。